初心者のためのセキュリティ。今回は Wi-Fi のセキュリティ設定について解説しようと思います。Wi-Fi とは無線LANに関する登録商標です。無線を使ってローカルネットワークに接続すると考えれば大丈夫です。ローカルネットワークからインターネットへつながります。細かい種類に関しては今回は省略します。Wi-Fi の伝送規格とは通信を行うための決め事やルールになります。大きく分けるとこんな感じになります。伝送規格の違いにより通信速度や使える周波数帯が変わります。Wi-Fi のセキュリティ方式は大きく分けるとこんな感じになります。上からセキュリティが強い順番になります。WPA3 は対応機器が十分に普及しているとは言えない状況です。そのため現在の主流は WPA2 になります。専門用語が多くて分かりにくくなったと思いますので少し整理しましょう。伝送方式は Wi-Fi アクセスポイントと接続するための通信規格です。セキュリティ方式はその中で暗号化して傍受されにくくするためのものです。ちなみに Wi-Fi の認証をした後にウェブサイトに接続され再度認証する方式もあります。海外の空港や飛行機、新幹線の中の有料のインターネット接続サービスは一部その方式が取られています。 Wi-Fi の基本的なネットワーク構成です。上の図は自宅や企業に Wi-Fi アクセスポイントを設置する例。街中のフリー Wi-Fi も考え方はこちらになります。下の図はモバイル Wi-Fi を利用する例です。契約などにより異なりますが責任分解点はこんな感じです。 Wi-Fi の利用の種類ですがこのようなパターンに分けてみました。不特定多数の人に Wi-Fi サービスを提供するケース、特定少数の人が利用するケース、個人で所有する機器を利用するケース、提供者は安全に接続してもらうための設定を行う必要があります。利用者は適切に Wi-Fi につなぐ設定を行う必要があります。それぞれの立場での説明を行いたいと思います。 Wi-Fi のセキュリティは WPA2 パーソナル方式が多く利用されていますが、これは接続する人全員が同じパスフレーズを使う仕組みになります。条件が整えば通信内容の傍受が可能となってしまいます。またパスフレーズがわかるということはそっくりな偽アクセスポイントを作って設置することが可能となってしまいます。そのためパスフレーズを掲示して誰もが知り得る状態に置いてしまうことは望ましくありません。不特定多数の人に利用してもらう場合、接続するための情報を適切に伝える必要があります。一般的なアクセスポイントには相互通信を禁止する機能が搭載されています。不特定多数に利用させる場合は相互通信は禁止しましょう。組織内のネットワークにも接続させないように分離しましょう。一方組織内の人に使わせる場合は相互利用できた方が便利な場合もありますし、組織内ネットワークに接続できた方がいい場合もあります。利用目的に応じて適切に設定した上で Wi-Fi を提供しましょう。接続機器には設定画面に入るためのパスワードを設定しましょう。出荷時に初期パスワードが設定されていますが、それは誰でも知ることができますので変更することをお勧めします。またファームウェアも最新に更新するようにしましょう。ログの保存は行いましょう。例えば悪意を持つ人がアクセスポイントからインターネットにアクセスしてサイバー犯罪を行っていたらどうでしょうか。裁判所からログの提出を求められるかもしれません。そして誰が使っていたかも明らかにするために認証をしっかり行っておく方が安全です。 Wi-Fi を提供する際、提供する組織と利用条件、設定内容や注意喚起などを適切に行いましょう。未成年がアクセスする可能性があるところでは有害情報のフィルタリングも行った方がいいでしょう。登録や認証された情報は機密として守らなければなりません。
勝手に分析して利用してはいけません。そして、条件によっては、電気通信事業法に基づく届出が必要になります。多くのケースは、届出の必要はないと思いますが、確認しておきましょう。ちなみに、法律は、こんな感じになっています。手続きや規律の詳細については、電気通信事業法令や、総務省ホームページにおいて公開している電気通信事業参入マニュアル、無線LANビジネスガイドライン等を参照ください。続いては、利用者向けの注意点です。一つ目は、アクセスポイントの確認です。接続しようとしているアクセスポイント名が正しいかどうかを確認しましょう。鍵マークがついていれば暗号化されています。ウェブ画面で再度認証が必要な場合、その画面の URL が HTTPS になっているかも確認してください。自宅の機器の設定や、モバイル型の Wi-Fi は、セキュリティ設定を自分で行うことになります。事業者向けと同じように、機器のパスワードは正しく設定しましょう。ファームウェアも最新に更新するようにしましょう。自分の管理している機器が対応しているなら、より強いセキュリティ設定を入れた方が安全です。対応状況を見ながら判断してください。ブラウザを利用する場合は、URL が HTTPS から始まっていることを確認しましょう。接続先のドメインが偽物でないかの確認も大事です。メールソフトを使用している場合、設定で暗号化がオンになっていることを確認しましょう。Wi-Fi で暗号化しているのになぜ？と思う人もいると思いますが、ちゃんと理由があります。Wi-Fi の暗号化の範囲はここです。Wi-Fi からの電波に乗せて通信する内容が暗号化されるためです。HTTPS の暗号化の範囲はこちらです。サーバーとの通信が暗号化されるためです。もし、途中の経路で傍受される危険性があっても、正しい接続先に HTTPS で接続していれば、防ぐ効果があります。今回のまとめです。転送規格とセキュリティ方式を正しく設定しましょう。不特定多数に利用してもらう場合、運用を考えましょう。ファームウェア更新や正しい設定を行いましょう。HTTPS での接続もお忘れなく。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。